利用者さんを笑顔にできるような介護福祉士になります。利用者さんの思いに寄り添い合う介護を行います。一日一日一瞬一瞬を当たり前と思わず支援していきます。利用者さんの発言だけに着目せずに、深く寄り添えるような介護を行いたいです。利用者さんと共に笑い合える介護を行いたいです。イエーイ！絶対無視。人に感謝してもらえるような作業療法士になりたいです。以上です。患者様だけでなくスタッフの方からも信頼されるような作業療法士になりたいです。手げいい仕事やっちゃが。作業療法士って手げいい仕事やっちゃが。こんにちは。こんにちは。卒業生のノーベリーナです。石川洋平さんで先生でよろしいでしょうか。はい。じゃあ今から肩の可動域を測っていきます。痛みはないのでご安心ください。はい。じゃあまず手を上の方に上げてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。はい。それは私が動かしていくので、はい、失礼します。はい。少し肩に制限がありますのでリハビリを頑張っていきましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。はい、こんにちは。先ほど卒業式を終えた堀切と申します。はい。西村先生でよろしかったですか。はい、よろしいです。今日はこの道具を使って手の動きを見ていきたいと思います。はい、お願いします。それでは時間を計るので、はい、できるだけ早くこのボールを、はい、こちら側に移してください。はい。それではいきます。よーい、スタート。はい。じゃ次にこのピンを一つずつこの穴に刺していってください。はい。それでは時間をかかります。はい。よーい、スタート。はい。はい、止めてください。やり直しをします。最初からは？それではまた6秒。もう一回いきます。よーい、スタート。検査の結果、はい、突相の結果が出ましたので、はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。もうお気遣いいただいてありがとうございます。手芸仕事やっちゃが。